卓球の世界ツアー、WTT チャンピオンズフランクフルト女子シングルスでの中国勢対決が中国国内で波紋を広げている。準決勝で世界ランク1位の孫英佐、中国、ラドー5位の王ゲイミチ、中国、と対戦し2対4で敗れた。王は決勝でも中国選手に勝利し、タイトルを手にした。この準決勝について、ポータルサイトの100度では、 孫がわざと負けたと疑われている。早田ひなが中国代表唯一の敵という記事を掲載した。世界ランク5位の王は4位の早田ひなに追いつきたいところ。もし早田ひなが4位のままだと、中国にとって WTT ファイナルで非常に不利になる。王が5位で中国勢同士が同じブロックに入り、チーム内で早期の対決を避けるために、王のランキングを上げる必要がある。 ハヤタを世界ランク4位から下げるために中国が結託し、孫がわざと王に負けたという推論を展開した。また、総父も孫がわざと負けたのは、中国首脳が大きな手に出たから、との記事を掲載し、パリ五輪に向けハヤタを警戒しての措置だと分析した。ハヤタを中国がもう警戒しているのは確かだ。トースポウェブ。